ダーツバー担当宮崎圭一です。ダーツバー担当は、観光客のみならず地元の人が気軽に、ワイワイ騒げるような店を、目指して、やっております。もともとこの店はスナック形態としてオープンしていて、まあ、壁掛けのおもちゃダーツを投げて遊んでいて、まあ、そのうちお客様がどんどんダーツを投げたいという声が出てきて、じゃあみんなでダーツやるためにダーツ置いてみようっていうところから始まり、店をオープンして18年やってます。周年記念としてダーツの大会を毎年やるようになったんです。で今年もですね、ダーツの大会をやりまして、コロナもあったので完全体でやる大会は実に4年ぶり。たまたま川湯温泉にも旅行で来られた方が、あ、こんな町にもダーツを投げれる店があるんだっていうことでね、そこで仲良くなって、まあ、何年かおきに遊びに来てくれたり、大会の度に遊びに来てくれたり、すごいありがたいですね。まあ、もともと自分が騒ぐの好きなのでね、仕事って思わないように仕事してます。自分が楽しければ周りの人も楽しんでくれるんじゃないか、まあ、そんな感じで、まあ、仕事だったりイベントだったりみんなと楽しんでます。もともと何もないような温泉町で育ってるから何もないとは思わないんだけども、やっぱり子どもの頃のね、賑やかな印象がずっと頭の中に残ってるので、まあ、それはね、自分一人では当然良くなることじゃないので、まあ、決して強制じゃなくてね、自分たちの住んでいる町を良くしたいって思う人が一人でも増えてくれればいいなとは思ってます。僕にとって弟子川町はふるさとです。 YouTube の取材でちょっと緊張してる感があるんですけど、普段営業中はもうバカやってるんで、みんな気軽に来てください。